こんにちは、ずいこさんです。今日はね、スザンヌさんの運勢をやっていきたいと思います。スザンヌさんね、やったら勝てん対応値ということだったんでやっていきたいと思います。スザンヌさんパッとね出した瞬間ね、もう昔の大学の柔道部のお話をね思い出しました。その柔道部にはたくさんのね男子部員がたくさんいます。まあ女子部員もねたくさんいますけども、まあそんな男子部員ほどではないということですね。その中でね、会話の中で恋愛評論家みたいな子がいてね、その子にじゃああの子ってどんな子って聞いたんですよね、ある子ね。そうしたらねこう言うんです。あの子はね小判ザメだからって言うんですよね。小判ザメって何みたいなね。つまりその柔道部で一番強い人ね、一番強い人もしくはね、その中で、なんか権力をね握っているような人で、必ずしも一番強いってわけじゃなくて、そこそこ強くてリーダーシップ取って権力の強い人ね、一番強い人がまあキャプテンは理想的なんだけど、そうじゃない人もキャプテンになることはありますね。そういう人の男子のまあ周りにいるから、この小判ザメと言うんだとね。強いこと、強い男子と付き合うからとかね、権力の強い男子と付き合うからとかね、なんかそんなことをね言ってたのをね思い出しましたね。でスザンナさん実はその子と同じ運命なんですよね。もちろんその女子部員のね、データも知ってるわけです、ずいふんさんはね。で、占ったこともありますしね、まあ一言で言うならばね、なんだと、ね、私は権力者と付き合いたいですと、ね、こういうことなんです。始皇帝の妻になりたいんです、ね、こういうことです。で始皇帝の妻になって、権勢を振るって自分の思い通りにやっていきたいと、ね、いうことなんですね。じゃあそれに照らせ合わせるとすると、スザンナさんはそれができたかという、ね、ことなんですね。だから結婚生活でね、あこいつならね沢村賞も取ってるし、なんか良さそうなピッチャーで、将来工藤のようなね、投手になってね、ソフトバンクの監督やって、多分次工藤がね、次期監督で、その次王監督死んだら、王会長死んだら多分会長になってでね、球団会長になって、さあこいつが多分監督だとね、球団社長だとね、いうふうに思ったと思います。まあところがね、まあご主人怪我してしまって、選手としてはね、短命に終わって、今なんですか、解説者とか、YouTuber とかやってるらしいですね。 YouTuber とかやってるらしいんで、まあ頑張ってるんですけども、スザンヌさんにとってはそれはまあ潜在的に、まあ本人に聞いてもそんなことないって多分ね言うと思うんですけど、潜在的にね、それはまあ NG ということで、まあ多分それも離婚の要素の、ね、一つだったんではないかということは思うわけです、ね。ですからね、まあ大谷翔平レベルでは出なければいけないと、ね、まあ本人はねどこまで自覚しているかわからないんですけどね、そのぐらいではなきゃダメだとね、まあ別にプロ野球選手じゃなくてもね、なんか大監督みたいなね、大物
監督とか大物俳優とかね、まあ権力の強い人なんですよね結局。だからそういう人とねを選ぶとねもう長く続くんですね。でなんかね見てるとね結婚してもねなんか先生とかね、自分の旦那さんのこと先生とか言ってるね、奥さんいますけど、まさにその方がうまくいくってことなんですよね。だから尊敬できるね、ものすごくこう力を持っているね、そういうことなんですね。それがまあ実は結婚の第一条件ということになっておるわけです。ですからスザンヌさんからすれば何テレビの解説者YouTuber みたいなね、そんなの小さいみたいなねそういう、まあ、意識が心のどっかにね、まあ聞いてもね、そんなことないとは言うと思いますけどもね、潜在的に、まあ、占い的にはねあるんではないかと考えられますね。そしてね、まあ、女性としてもやっぱりね大変だったと。奥さんやっていくにはね家庭に安らぎはないと、ね、何かと家にいる方がね落ち着かないと、ね、片付けもね、上手にできなかったりする人多いんでね、うん、何かねそういうなんでそんな机の上散らかってるんですかって言うと、いやもう前に仕事を進めたくてついつい置いちゃうんだよねみたいなね、うん、そんなんだったりとか、ね、非常に落ち着かないっていうね方は多いです。ですからまあ家にいるよりねその外に出てってやっている方が楽な方ですよねこの方ね、まあファッションリーダーとかね、やってる方がねもうよっぽど楽しいというふうなことですよね。で、綺麗なこと若い女性に関わること、あ要するにファッションですよ、ファッションだとかそういったことでやっていく方が非常にね、能力を発揮できるんではないかと思います。だから君は家だけにいて、家のことだけやっている専業主婦になってくれって言われるとスザンヌさんみたいな人はやっぱりまあストレス溜まってノイローゼになってしまうということなんですね。で、まあそうですね、仕事もやっぱりあれですよね、あんまりこう仕事っていうよりも芸能的なねファッション的なね、モデル的なそういう仕事やった方がねいいと思いますね。事務仕事だったからそういうなんかそうですね実質的な仕事、そういうんだとねちょっとそれもストレスかなっていうことはね、思ってしまいますよね。ですのでね、次結婚するときは何か大物俳優、大物監督、ね、大物社長、ね、権力持っている人と結婚してもらいたいと思いますが、これねあくまでも男性に投影しているっていうことなんですけども、投影しなくてもね自分でやっちゃうっていう人もいますね。つまりもう自分で芸能界でね揺るぎなきね、もう地位を作っていくと、もう上沼恵美子だぞみたいなね和田アキ子だぞみたいなね、もうそのぐらいのねにもうなっちゃう、女帝になっちゃうみたいなね、そういう風な人も多いです、ね。ですからもう始皇帝の奥さんをやるんじゃなくて、もう自分正太后だとね、正太后になってね権勢を振るうのだと、そういう気持ちでね、やればね、活躍できると。だからそれの場合だったらねもう旦那さんがね主婦でっていうねことでも良いと、ね思います、ね。だからもう外でスザンヌさんが稼ぐから、ねあなたはもう家庭のこともうだけやって子育てだけやってちょうだい ねそれでもいいわけですよね。ですからもう割り切ってね、考
そういう結婚生活でもよろしいと思います。またね、新しい人が現れたら相性の方ねやっていきたいと思います。それではさようなら。